優れた下僕ならいつだって俺様の隣にいるべきだ。このシャンプーの匂いいいじゃねえか。俺様が好きな匂いだ。ブラボー。新しいデザインのインスピレーションがひらめいたぞ。俺様の力はこんなもんじゃないぞ。これはお前の下僕の仕事じゃないか。俺様の戦利品を見ろ。お前はどんなお返しをくれるつもりだ。ちっ、服が汚れたな。よもや俺様を狼狽させるとは。さっさと俺様を助けろよな。俺様にひれ伏せ。ここからは俺様の時間だ。俺様にお願いしますと頭を下げてみな。俺様は形状禁止春。今からお前は俺様の下僕だ。わかったな。どこへ行ってたんだ。いくら呼んでも反応なかったぞ。もういいや。お帰り。ぼんやりしてどうした。早く俺様の着替えを手伝え。俺様は夜さっさと寝る派だ。優れたものは生活リズムを維持すべきだからな。なんで俺様の欲しいものがわかるんだよ。俺様の好みをこれほどまでに理解してないとは、お前は下僕として無能だぞ。俺様に惚れちまったか。誰の許可を得て俺様の手を触った。俺様の服を気に入ったか。お前センスいいな。俺様みたいなかっこいい男を嫌う奴がいるはずないよな。俺様に頼み事があれば下僕としてまずは奉仕するべきだ。当然だろ。下僕のお前は悪くない。少なくとも手は器用だ。ほら、この服に着替えろ。あ、誤解するなよ。俺様の下僕として品のある格好をしてほしいだけだ。